皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞ最後までご視聴ください。本日12月14日月曜日、神の前に高ぶらない、歌はこの身を委ねです。ヨセフはエジプトの囚人から国務大臣に引き上げられる、そういう経験をしました。そこに至るまでにはいくつものテストがあったんですね。その最後のテストは何でしょうか？力が与えられても思い上がらない、そういうテストです。ヨセフは牢屋から呼び出されて、ひげを剃り着物を着替えて王の前に立ちます。王はヨセフに、あなたは夢を解き明かすことができるそうだが、とこう聞くと、ヨセフは、いいえ、私ではありません。それは神です、と答えたんですね。かつてのヨセフだったらどうでしょうか？うぬぼれてね、はい、王様、私はそういう特別な力があるんです、と言ったかもしれません。しかしヨセフは、牢屋の中で訓練され、砕かれ、謙遜にさせられていった。人の病気の癒しに関わるときに、私が病気を癒しましたって、そういうことを言ったのを聞いたことありますけど、そうじゃないんですね。神様が癒してくださいましたって言うべきなんです。それは天と地ほどの差があります。大きな教会堂を建て、たくさんの改修を導く牧師、その心の中で、私は特別な牧師だという思いを持ちやすいんですね。でも心の底から神がそうしてくださいましたって言えるかどうか、それが大切でありテストなんですね。ウィリアム・ウッド牧師は支配神学というものの危険性を指摘しています。支配神学っていうのは自分の言った通りになるっていう、そういう教えですね。まあ、例えばですね、台風よ、この19号よ、進路を変えよ、東京から埼玉へ行け、まあ、などと命じてね、そうやって支配するっていう。で、聖書にはね、マルコ11章23節にこう書かれてるんですね。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。で、これはね、何でもいいから言った通りになるんだ、そう信じればなるんだっていうのではありません。私たちは最初は理想で神を信じて命じても思い上がってしまうんです。自己中心な罪の性質から出てくる。そして結果としてどうなるか、支配したい、自分の思い通りに動かしたい、神のようになろうとする可能性があるのです。ですからヤコブ4章15節、むしろあなた方はこう言うべきです、主の御心なら私たちは生きてこのことを、またはあのことをしよう。ルカ22の42、父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。皆さん、ヨセフは心の底から言いました。夢を解き明かしてくださるのは神です。まあ、その正解を知って、形だけ私ではなく神でというのではなく、心の底から言ってるんですよ。私に力がありますって言ったらね、出してもらえたかもしれないです。でもヨセフはそれは正しくないって分かってました。神が神です。そんな無理しなくたって神は必ず出してくれるし、夢を叶えてくださる。皆さん、神は力ある方です。そしてその方の被造物です。悪魔は神のようになれる、支配できるようになれる、そう言ってエヴァを誘惑しました。悪魔は今でも人が思い上がり、そして支配しようとする、神のように高ぶろうとする、そういう誘惑をしてきます。皆さん、私たちは神が命じられたらはい、そして神が命じもしないことを先走って行ったり言ったりしない、そのように気をつけたいものです。
神はあなたを奴隷として扱ってんではない。神より少しだけ低く作られた。でも少し低いというか同格ではないってことです。神に仕えることを、神の御心を知って、神と共に生き、神と共に働いていこうじゃないでしょうか。それがあなたの尊厳を守ることであり、最高の地位となるのです。ヨセフは謙遜でしたが、それで押しつぶされ、踏みつけられて低くされたのではありません。皆さん、全エジプトの支配者として引き上げられたのです。同じように神はあなたを引き上げてくださる。神の力強い腕に委ねなさい。神はちょうどいい時にあなたを引き上げてくださるでしょう。神に委ねていきましょう。主よ、今この身を委ね、心から祈る。すべての人に主の祝福を。主よ、今この身を委ね、いつまでも生きる。あなたの愛のみて、私を変えた。今日も最後までご視聴ありがとうございます。また明日お会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。